山田が泣き、吉田が吠えた。そんなツアーファイナルが始まる。一生一緒にいてくれや、一生一緒にいてくれや。今日はライブを楽しもうや、今日はライブを楽しもうや。このツアーで新潟、札幌、大阪、名古屋、福岡と巡り、今日がファイナル。もしかして君はどんなの星を。たぶん1曲目が僕泣いてるような気がする。でやねん。いやでもね、わかる。それはそこに今日は標準を合わせて惚れた感じがするから、開幕した瞬間にすっごい高まる予想は僕もある。ただでさえ高まるツアーファイナル、しかも笑顔で埋め尽くされたゼップ東京にレーザーが縦横無尽に光る。次々演奏されるおなじみの曲だが、なんといっても今回はアルバム吉田山田リリースのツアー。いいか悪いかわかんないけど僕はすごくいいと思うっていう作品を今回のアルバムは入れたので。今までとは違い、誰かのための曲ではなく自分たちの気持ちを出したアルバムにした。その思いは届くのか。そんな不安も含んだアルバムであり、ツアーであった。初体験のアルバムだし、初体験はツアーなので、だから感極まるのかなっていう。言葉を超えて、心の壁を超えて、一つになれるんじゃないのかなって、そんなことを思ってます。僕はその魔法を一個だけ知りました。それが音楽です。大合唱だが、吉田は涙を見せない。こうなったら多分泣いちゃうだろうなっていう予想があって、今はまだステージから出している僕らのその音にお客さんの声が勝ててない。みんなで一緒に歌っても、でもいつかもっと人が増えたら、そんなギターの音とかマイクの音なんか勝てないと思うんですよ、みんなで歌ったら。そうなったら僕は多分感動しちゃうと思うんですよね、今予想するに。そのためにはもっとたくさんの観客が入れる会場でできるように、もっと自分たちが大きくならなくてはならない。時々それを想像して勝手に感動してしまうそしてあることが起きた。この日々の歌声は4分22秒続いた。今日を最高の日にしたいと一番願っていたのはファンなのかもしれない。